30分も遅刻してる。理由があろうがなかろうが、さすがにこれは。葵、こっち。あ、椿、ごめん、遅くなって。先にメールで連絡もらってたし、別にいいわよ。電車の遅延でしょ。自分ではどうしようもない理由だし、みんな気にしないわよ。イベントも終わったから花見のし直しだって話だったのに。いや、災難だったよ。だからって肩で息するほど走ってこなくてもいいのに。そういうわけには。ところでヒーローと渚は？先に場所取りに行ったわ。そろそろ桜の時期も終わるけど、まだ見に来る人は多いみたいだし。ここから見える範囲だけでも賑わってるみたいだしね。と、行こうか。上見ながら歩かないでよ。誰かにぶつかるでしょ。っていうか、この前も見たんだから見とれるほどじゃないと思うけど。まだ咲いててよかったなって思ってさ。正直前は作曲のことで頭がいっぱいだったからね。今日は余裕を持って楽しめるよ。椿、どうしたの？渚も同じこと言ってた。あれ、そうなんだ。ヒーローの言う通り、本当に仲良くなってる。だとしたらいいことじゃないか。もともと良好だった関係がより深くなったんだ。今後の作曲活動はもっと良質なものになるはずだよ。まあそれはそうかもね。分かってるんだけど、焼きたくて焼いてるわけじゃないのに。ねえ椿。ん？桜は時期的に出会いや別れ、門出の象徴とされることが多いけど、私はそういうイメージの桜をこの先もずっとロンドのみんなと眺めたいと思ってる。そのために渚だけじゃなく、椿、君とももっと強くつながり合いたい。もっと深く知り合いたいんだ。葵、どうかな。葵、私もあなたと。おーい、二人ともこっちよ。さっさと弁当食べようぜ。まあ別に今言わなくてもいいか。行きましょう。え、いや椿。いいの、言うタイミングはいくらでもあるから。だってこの先もずっと4人で一緒にいるつもりなんでしょ。だからほら。なあ、お腹すいたね。さっさと行った方がいいでしょ。これ以上周りの人に注目されたくないし。ああ、それもそうだね。言うタイミングはいくらでもあるか。それが本当にずっと続くなら、私にとってそれほど幸せなことはないな。